こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、実はですね、はい、ドラ盛り。ドラ盛り。はい、ドラ盛りで、こんなの見つけてしまったんですよ。なんかめっちゃ辛そうなパッケージなので、ちょっとこれをね、2人で、ジュリオさん、はい、食べ勝負してみたいと思います。何分で食べれるか、それとも早い方がどの子のってこと？一応早い方が。早い方が。じゃあ、時間も測るでしょ？タイムも。一応測ってみましょう。ね、じゃあ、一応に焼きそばと混ぜそば、どちらがいいですか？混ぜそば食べたい。混ぜそば。俺いつも焼きそばだから、混ぜそば食べたい。じゃあ私が焼きそばで。うん。オッケー。すっ。なんかさ、見るからにめっちゃ、そうそう、めちゃくちゃなんか辛そうだよね。うん、辛そう。ね。じゃあちょっとお湯、そろそろ沸くと思うので、お湯準備しますね。はい、これあれだよね、日清とかじゃないんだよね。これはね、ね、山本製粉さん。へえ。愛知県豊川市って書いてますね。うん、初めて食べるんですけど。ね。ちょっとパッケージに惹かれて。そう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 、なんか購入してみました。辛そう食べたいって。辛いの俺結構好きだから。そうそう、めっちゃ辛いからどうなんだろう。うんうん、ね。私のよいしょ失敗したけど、いいか。まず途中まで開けてのソース。あ、これだけ？え、火薬は？よ、ん？あ、火薬も入ってるけど。じゃあそれは混ぜそばは後で入れるんだ。だよね、だよね、後からだよね。あとだよね。うん、どうぞ一回湯切りせんといかんから全部なさい。オッケー、はい、はい、ちょっと待ってね。3分経ちました。湯切りしてきます。ちょっと喉の調子がもうな、辛いの食べるのに喉の調子がって言って大丈夫？いや、ちょっとね、ちょっとこれはちょっとこの色自体が、じゃあなんか色が違う、どっちが辛いんだろう。こっち混ぜそばだからね。私のは焼きそば、激辛ホット焼きそば。私も混ぜてるから混ぜそば、焼きそばも混ぜる。もういいかな。じゃあ、ゼリオさん、はい、今日は食べ勝負、誰が早く食べれるか勝負ですよ。じゃあ一緒に用意スタートで、はい、食べ終わったらストップでいきますよ。用意スタート。いただきます。いただきます。え、どうなんだろう。辛くないような、うん、でも後から来るな、後から来る。あったかくなってくる。吸ったらダメ。
なんか勝てると思ったのに。いや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 、あのむせてる時に絶対私の方が上だ私の方が量多かったんじゃん。一緒。すみません、負けました。何分？1分40秒最後28秒70。約12秒。うん、またリベンジしたいと思います。ちょっと珍しいパッケージ探してきて。では今日はここまで。じゃあねー。むせてるよ。むせた時はもう負けるかと思った。めちゃお急ぎで食べましたけど、うん、結構私この味好き。意外に美味しかった、ね。うん、あのほら粉末のスープだけ入れて混ぜる感じだったから、うんうん、なんかこうな、あ、分かるじゃん、なんとなく、あのほら火薬もないし、うん、って思ったけど、味は美味しい、美味しい、味は美味しい。でこれね、あの、うん、ほんと白いほかほかご飯があったら、うん、最高、絶対ね、もっとご飯美味しかった。この麺をオンザライスで食べるとね、うん、結構これね、うん、味は俺美味しいと思います、この、ね。何製粉さん？山本製粉さん、愛知県の。あ、愛知県のね、山本製粉株式会社だ。うん、後から一応辛さは来るんだけど、味はうまい、うん、うまいうまい。辛物好き、うん、結構いいかも。今度からまたちょっとこれ買いだめして取っとこうかなっていうぐらい美味しかったです。ね、はい、じゃあ皆さんおすすめですよ。うん、山本製粉さん。山本製粉。